わかるというバンカンでーす。どうも、じゃん。ただいま新宿駅におりましてですね、これから東キャンプ行ってみたいと思います。武蔵塚市という駅をまずは目指そうと思ってます。今回のテーマは東キャンプ。じゃあ行ってみたいと思います。ピンポーンみたいな中央特快、ですね。俺この格好でめちゃくちゃ人がいるところに行けないよ。総重量がですね、なんと30キロ、後ろが20キロの前が10キロ。立川乗り換えなんでこれで行きましょう。目指すは武蔵塚市って駅から檜原村にあるラウールビレッジっていうキャンプ場ですね。今回東北キャンプしてみたいと思います。はい、ということで電車乗りました。いきなり間違いまして、乗る電車を東名線に乗らなくちゃいけないんですよね。次のね、来る電車で乗って拝島って駅乗り換えなんで、感じで行ってみたいと思います。よいしょよいしょ。拝島着きました。ここでですね、青梅線に乗り換えるんですが、ちょっと疲れた、やばい。とりあえず喉乾いたんでジュースを買いましょう。ジュースをイオンウォーターを買いました。はい、ということで、あそこにいる中央線の青梅行き直行に乗って、で拝島という駅に来ています。ここで今荷物を持って乗り換えます。さあ行きましょう。あの向こう側の電車に乗るんですけど、これ間に合うのかな俺拝島はですね、中央線に乗っかって立川から、マゼナルス中央線って、でも青梅行き直通っていうのがあって、その青梅行きで拝島で降りると。こうですね、これですね。ちなみにこっちの方まで来ると、降りるときにドアをボタンを押せっていうのがちょっと東京人の僕としては新鮮ですね。はい、ということで出発時間まで時間を過ごそうと思います。はい、武蔵塚市着きました。いやー、こんな感じでございますよ。よく、実は僕ね、よくね、こう来るんですよ、車で。でですね、ここからバスに乗って30分でキャンプ場に行きたいと思いますが、その前に僕の大好きなセブンイレブンで買い物タイムです。そもそもなんで俺はこんなにバックパックキャンプだっつってんのに重装備なのかっていう話なんですけど、2ヶ月ほど海外のフェス巡りを、しようと思ってるんですよね。もちろん僕の出演もありますし、行ってみたいフェスティバルがあるわけですよ。それの装備を確認するためについでだから、でこんな30キロの荷物を持ってキャンプに行くと。結構大きなフェスとかって1週間とかやってるわけですよ、ね、ホテルとかあるわけじゃないんで、テント泊なんですよ、その施設内の中でね、テントサイトがあって。なんで、まあ、どういうのを持ってったらいいかなとか、便利は実はこれいらないかなとか、そういうのをちょっとねやるために今回こんな企画させてみました。で、喋ってる間にセブンイレブンに到着と。じゃん。はい、じゃあ買い物したいと思います。ここにあるこの保冷バッグを外して、この中に買ったものを詰めていこうと思ってるんですけど、この保冷バッグすごいのが全部入る。あ、全部は入んないか。はい、腹入りましたということなんで、これを持ってとりあえずバスに乗ってみたいと思います。いやー、荷物が多いこと。バックパックの背負い方なんですけど、なんで前から背負うかっていうと、前背負ってから後ろのバックパックを背負うとベルトがホールドされて、この前のバックパックがずれ落ちないようになってるわけですよ。僕はそれも慣れ型なんで、肩がね、ずり落ちちゃうんで、
そうだ、お巡りさんに行こう。すいません、ウラルビレッジっていうところに行きたいんですけど、介入道って言われてるバスって 何番でしたっけ。2番、1番、2番か1番だね。2番は違う、八王子か上川ねーところだから。うん、こっちに上がっていこう。こっちは1番。1番1番で、うん、おそらく上大沢の方に行くバスかな、多分ね。ちょっと見てみます。はい、はい、すいません、これって2時2分に出ます？いや、もう出ます、ね、あ、これ介入道っていう方。あ、洋沢。うん、洋沢行きは一番乗り場ね。一番乗り場、うん、はい、ありがとうございます。こんな感じでのんびりと行きましょう。ということで、はい、バス停が2時2分ありますね。徳光さんの、バスの旅みたいな感じになってます。はい、もう一度、まあ、今回の旅の訳を説明しようかなと。今回ですね、6月の15日からメキシコをスタートに、ちょっと DJ ツアーというかフェスティバルツアーをやろうと思ってます。で、2ヶ月ぐらいちょっとバックパッカーに、まあ、戻るんですけど、まあ、旅をするっていう感じになるのかな。メキシコスタートなんですけど、その次はヨーロッパの、チェコっていう、チェコ共和国っていうところの国で行われるフェスティバルに出演します。なので、メキシコからチェコに移動します。で、その後、まあ、本来そこで帰ってくるんですけど、その後にヨーロッパで大きなフェスティバルが、まあ、コロナ禍を経て、まあ、復活する予定なので、そこのフェスティバルを、まあ、チェックしに行こうと、参加しようということで、だいたいおおよそ2ヶ月間ぐらい旅をしていこうという感じで思ってます。それにあたって、この DJ 道具と、あと、まあ、ヨーロッパに2ヶ月ぐらい行くんで、それなりの装備が必要なわけですよ。それをまあできるように、もうちょっと模擬的に何が必要で何が必要じゃないか、どのくらいの重量になるのかとか、そういうのをやりながら、ちょっと今回はバックパックキャンプしてみたいなと思ってます。はい、ちょ、あ、バス来ましたね。聞いてみましょう。すいません、このバスって介入道っていうところに行きます？あ、2時2分発。あ、よかったよかった。よし、こんにちは。あ、はい、ごめんなさい。あ、大丈夫です。大丈夫です。はい、じゃあ逆にトイレあるんですか？いや、会社のトイレなんで。なんだ、僕がトイレ行きたいんですね。これ整理券取った方がいいんですか？整理券取って、もしかタッチしたら大丈夫です。ああ、なるほど。じゃあ整理券で、整理券取れました。ということで、発車まであと7分ぐらいですね。待ちましょう。そこから、30分、介入道というバス停にまで30分ぐらいですね、かけて行って、そこから100メーターぐらい歩いたらキャンプ場があるということなんで、キャンプ楽しみになってきました。やっと本番です。おいしょ。どうもありがとうございます。素晴らしい運転手さんだったな。さてと、こっから携帯を見なくちゃいけないんですよ。100メーターぐらいって言ってたんだけど、橋を渡る感じ、こっちだ。よし、行こう。いいね、ちょうどいいぐらいの時間に着いたっぽいな。着いたー、ここだー。じゃんと、じゃじゃん、着いたー。ウィラルキャンプグランドビレッジ着きました。こんにちは。